皆さんこんにちは、愛の戦士です。さて今回ですね、ヒットマン3に追加の新ステージが来たので、久々ですがやっていきたいと思います。アダマン界アンブローズ島ということで、今回はどんな殺しが見れるのか、47水の中の影というところで見ていきたいと思います。お話はどこの時系列なのかちょっとよくわかんないんですけれども、船酔いしちゃうんですけど、自分あ全然してませんでした。大丈夫です、自分ポーカーフェイズがね得意なんで。おはよう47。アークソサイティの年次定例会議が始まるまでまだ数週間あるから準備時間は十分ね。あ、ここの前ね、それまでの間グレイさんから、非公式の依頼があるの。自分で説明してもらった方が早い。グレイがまだ生きてた頃だ。ノエル・クエスト優秀なフィクサー、ルーマニア以前には傭兵団を受けもらっていった。プロビデンスへの攻撃は全てやめて、次の命令が降りるまで待機するように、なんちゃかかんちゃか指示を守が指示を守らなかった。クレストと部隊たちは暴走して国際盗賊集団と名乗るようになった。周りの損害を顧みない荒っぽい盗みの手口がなんちゃかかんちゃ。その男のファイルを見たことがあるわ。何を期待してたのよ。他にどうしようもなかったのさ。お前たち二人にうちの優秀な人材みんな殺されてしまったからな。それはそうね。どっちにしろクレストは狂犬だ。俺に責任がある。俺の失敗だ。なんちゃかするために力を貸してほしい。現在どこに？マラッカ海峡北部アンブローズ島の人里離れた港、偶然にもワジール彼の隠れが。インテルによるとクリストと、その部下たちは地元の海賊と手を組んで、なんかすげえ悪いことをしてタンカーを襲ってすごいことが起きている。秘密裏に海外輸送されてるエーテル社のなんちゃかかんちゃか字幕が早すぎ。この店はエーテル社の秘密クラウドストレージネットワークの真髄なの。傷つけられないようにするためになら、金に糸目はつけられない。クリストの目的は恐喝ではないかと思っている。詳しく調査をする余裕がなくてね。コンスタントに対抗するためには、コンスタントこれ絶対立ち消してただろう今暖炉で。プロビデンスに脅威は去ったと信じるのじゃ。エーテルに再び傭兵の攻撃があれば守りは固くなるだろう。どうする47。あなたにはクレストを排除してコントロールユニットを破壊してもらわないとならないわ。自分やろうすか、ちょっとめんどくさいっすよ。やってやるよ47。衛星をやつらの手に渡すにわけにはいかないと。交通がなことに、シンジケートの同僚にすでに ICA から依頼が来てるわ。で、どいつをぶっ殺せばいいんだ。彼女を排除すれば報酬は手に入る。うん、君が反逆者にもなれるとは、こういうことにも慣れてきたところよ。ありがとう、二人とも。47、クレストのことを知っている俺が現場支援しよう。おい、ちょっとお前がやってこいよ、じゃあ。では、東出よう。ターゲットは二人？ターゲット二人ぶっ殺しゃいいの？簡単なことですよ。やってやりますよ。お安いご用でさ。アダマン界へようこそ47。ちょうどいい時間に到着したようだ。クレストは盗みの真の目的をパートナーに明かしていなかったらしく、アッカは、再交渉ができるまで衛星のコントロールユニットのキーカードを担保として取り上げられたし、傭兵団は植民地跡の近くにキャンプを張っている。クレストもコントロールユニットもその辺りで見つからずだ。お前はユニット自体を破壊するか、それともカードキー2枚とも奪って使えなくするかしてくれ。どっちもやってもいいの？クレストのことだから1枚目は信用している人間に預けてるはずだが、アッカーにはそうしないだろう。彼女は地元の人たちと一緒にいないときは海賊のなんちゃか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 。お前には GPS 追跡装置を渡しておこう。終わったら起動してもらえばこっちから脱出させる。マジ？早く終わったらなんちゃかんちゃか。おー来たぜ。おー見てくれみんな、俺のボディかっこいいだろ。いやユニクロで売ってたから買っちゃったんだよこれ。ユニクロで売ってたのかな。 47 絶対ユニクロには売ってないぞ。じゃあちょっともう自分帰りたくなっちゃって、帰っていいですか？ダメだよ47。何このライトみたいなやつ。ライト君、あこれでもう呼んだらいいよね。ミッション、俺ちょっともう自分帰りたいですけど、これで呼んじゃダメですか？でもさ、自分で船で出ることもできない。俺ちょっとグレーの力借りたくねえよ。お、ちょっとお前抑え込む。47やめろって。やめろってお前。やめろってお前。そいつが何をしたってんだ47。何をしたってんだ47。よしこれで OK。 会話を聞かれては困るからな。お、どうですか、釣れますか？
お前が餌になった方が釣れると思うぞ。最低47本当に。なんてことするんだ47。ちょ、こっから入ったらいいよな、これ。誰かいるか。あ、魚あんじゃん。俺のメインウェポンにするわ。かわいいフグだな。かわいいフグだな。お前、アンディと名付けよう。このアンディフグの出来上がりだ。お、釣り糸。あ、これで殺せるんだ、ワイヤーみたいに。さっきの釣り師の人に、これは、分けてあげればよかったな。さっきの、落としたあいつ餌にしてさ、釣りしようぜ。それがいいと思うけどな。いやー、新マップワクワクしちゃいますね。マップは？マップどこで見んだっけ、これ。あー、結構広いね。結構広いよ。これ誰？あ、目的、あー、ここ行ってなんか俺がぶち壊さなきゃいけない。ターゲットは？なんか家の中にいてめんどくさそうだな。魚を食べると、頭がはげるよ。さあみんなで魚を食べよう。誰だ、誰のせいだ。私じゃないぞ。今のは私じゃないぞ。追跡されてるってまずくね。どこだ。あいつか、あいつちょっとぶっ殺そうぜ。おい、どうした。何が起きた。おい、どうしたんだお前。まあ、変装バレだってまずくね。いやでもこの近く誰もいないから、こいつ引きずって隠しといたら大丈夫。どこに隠すのこれ。どこに隠すんだよ、47隠すったって。ここの辺でいいだろ。犯行に気づかれたって。まずくね。誰だ俺の犯行に気づいたやつ。あいつか。お待て。お前見たな。やばい、ここ民家だ、まずいぞ。おい、誰だ俺の犯行見たやつ。おい、俺中じゃないか、これちょっと。まずい、変装バレたらまずいってこれ。ほんとまずい、ほんとに構成中になったらほんとにまずい。いった身を隠せ、47。まずいぞ、47。ちょ、自分じゃないっす。自分知らないっす。やばい、どこ、これ。あ、ソーリー。お魚食べる？お魚食べて。はい、お魚食べてください。はい。カルシウムが足りないんじゃない？そんなにすぐ怒っちゃってさ。ヨウヘイ。よし。みんなどうした？なんか光線があったのか、ここで。戦闘が行われたようだな。よし、私が駆けつけた。もう安心だ、君たち。大丈夫だ。もう安心したまえ。で、ターゲットはどこにいるんだね。結構遠いな。なんだこれは。お、砂のお城じゃないか。誰だこれ、砂のお城作ったの。いいな、これ。砂のお城？穴を塞ぐ。砂のお城？穴を塞ぐ。魚で塞ぐの？ちょ、これ、銃で塞いどくか。よいしょ。穴を塞いで何になるのこれ。モグラとかいんのかな。あとでこれがね、すごい重要な伏線になってくれよ、これ。ちょ、探索してるだけでおもろいわ、これ。ホーディセン、待って、やめろ。ホーディセン、まずいよ。誰か見てるか。幸いにも誰も見てないんだな。残念だ、男だよ。かわいそうにな。溶け込む。いやー、全然釣れないっすね。おかしいっすね。いや、暇だな。あそこにも、誰かいるな。ちょっと、まずはね、物資を集めまくった方がいい。お、なんかの組織っぽいな。お、俺いいだろ。俺入っていい。あ、ダメらしい。なんだよ、俺傭兵だからいいじゃん。あれ、海賊なんだな、多分。あの格好は。で、海賊と傭兵は、風が違うから、お互いには入れないんだ。お、自動車のバッテリー。お、何してんすか？すごいっすね。自分、弟子入りしたいっす。すごいな。あー、やばい、これ、バルブ緩められる。バルブ緩められたらすごいよ、これ。すごいいいことが起こるよ、これ。絶対、これ、楽しそうなマップじゃん、これ。あー、バルブ緩められる。緩められるよ、バルブ。スプレー缶。まずはこいつを、一旦金の根で釣ろう。金の根で釣ってるところを、よいしょ。こっちも緩めよう。あ、オーディセブン、まずい。急ぎ。急ぎ、オーディセブン。あぶねえ。おい、お前。俺の金拾ったのかよ。もうしょうがねえな。こいつは、うわー、待って、俺も死ぬ。俺も死んだじゃねえかよ。ふざけんなよ。まあ、結構ね、鍵がかかってるわ。鍵かかってるときはどうすればいい？バールとかでこじ開けるしかねえんだよな。バールをどっかで探したらいいわ、多分。こいつ落としてー。落としたい背中してますね。オス気絶させる。待って。オス気絶させる。よいしょ。やべ、反抗期に気づかれた。マジかよ。おい、自分に関係ないっす。自分じゃないっすよ。ちょっと待ってくださいよ。待ってください、ほんとに。お、すげえ、これ。セカランドやれる。おい、みんな。お、何話してんの？やばい、こいつには顔が割れちゃうんだ。腕相撲バトルできんじゃねえ、あれ。やばい、あいつにはバレちゃう。お、何やってんだよ、お前ら。
いいよ。そう。おいてる、いいね。うえぇー。危なーい。危なーい。ちょ待って、ちょ待って。おい、何やってんだよ。武器を出してるお前ら。お前ら武器を出してる。やめろ。武器を出してる。ちょっと待って待って。おぉ !47! お前何食ってんのそれ。いいなぁ、丼ぶりラーメン炙ってあげようか。俺が冷めちまっただろ。俺が炙ってやろうか。なんだてめえこの野郎、やんのかよ。お、何これ拾う。あの頃は良かった。あ、村のマスターキーある。村のマスターキーゲットしやがった。47マジかよ。お前よくやったの。すいません、お邪魔します。あ、すいません、すいません、やばい、ここコックしか入れねえ。あ、あいつか。あそこだ。あれがノエルクリストだ。かつては俺の有用な持ち駒だったのにな。やばい、バレる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 。眠っている料理人、クリストは腹を空かせているが、決まった料理人の作ったものしか食べたくない。その料理人は近くの小屋で眠っている。どこだよそれ。近くの小屋ってどこだよ。お、殺素材あるじゃん。ラッキー、殺素材ゲット。47お得意の殺素材をゲットしました。さて、これをね、どこでぶち込むかなんだよね。多分俺がそのコックになって、この辺で料理を提供したらいいんだよ。こういうとこに入れるんじゃないの？多分さ、あいつでしょ。俺お前になるわ。あ、魚落ちてる。魚落ちてて。おい、お前、そんなところでサボるな、この野郎。俺が許してもな、この聖なる炎はお前のことを許さないぞ。ここ開けたらまずいな。待て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 、お前何見てんだよ。おいブス、ふざけんなブス。何見てんだこの野郎。お前何も見なかった。なんだ、なんですかちょっと。あんた、やめてくださいよ。自分コックなんです。まだコックじゃないです。今早く閉じて閉じて。今お前どこ見てんだよ。お前はどこ見てんだよ。はい、コックになれ。自分コックです、知らないです。ちょっと待って、人がいるかいないかだけ。よし、覚醒。これは私の食材だ。お前たちには絶対にやらない。これは私の食材だからな。はい、はい、覚醒、はい、覚醒。ここは47、はい、覚醒。よし、俺はこれで俺の罪を晴れた。お、どうしたどうしたどうした。お、やめてください。あなた、どうした、何買ったんですか。自分料理人です、準備しよう。あ、これでさ、飯作ればいいんじゃない。よいしょ。ちょっと騒がしいっすね。はい、できましたよ。一流の料理です。で、ここに毒を入れるんだ、これで、ね。俺はこの時のためにね、隠し調味料をね、用意してあるから、誉れ毒用意。からの、砂糖も入れてやればいいんじゃないの。やっぱりな、もっと美味しくしないといけないからな。リンゴも入れて、あんずもね、入れとこう。あんずもあったらうまいから。おー、いいね。砕け散ったね。いいよ、あんずと。あと何より砂糖か。砂糖がいいな。砂糖は絶対いるよね、これ。はい、砂糖。よーし、砂糖。袋ごと置くやつがあるか。あ、どうしたんすか？ちょっとね、料理できたんすよ、料理。料理できました。妹への手紙、目覚ましをいじるな。厨房のおそばにあと1回でも遅れたらやばい。マジで可愛くも面白くもないからっていう手紙が、ここにあって、ここにコックの鍵も落ちていたので、多分この女が料理人なんだよ。だから、この目覚ましをオンにして、あぶね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 。不法侵入中、まずい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 。やばい、やばい、レディーの家に不法侵入はまずいな。これであいつが起きたんじゃないか。あいつが起きて、多分向かうでしょ。起きて、厨房に向かってくれるんだよ、これで。お、早く準備しろ。着替え覗くな。47、ダメだよ、着替え覗いたら。早くしろ。お前のせいでね、俺が帰れないんだよ。早くシフト、早く変わって。お前遅かったじゃねえか、お前。何やってんだよ、お前。早くね、飯持ってって。俺が今日から料理長だから。お、あの女来ましたよ。あ、来ました、来ました。あの女来ました。ねえ、来たよ。お、来た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 。はい。シュリーがキッチンに来ましたよ。それを待ってたんだ。腹が減って死にそうだ。ああ。お座りください。食事の用意ができたらお持ちします。ありがとう。ほら、食事の用意。ほら。早く持ってってやれ。おい、シュリー。おい、何やってんだよ。あ、お前が持ってくんのか。お前がね、ほら、できた料理あるからこれ。持ってって。はい。これ、早く持ってって。ほら、シュリー。お前作ってねえだろ、これ。クリストが探していたぞ。あら、そう。そうでしょうね。いつものが食べたいのね。その通りだ。
私ちょっとクミンの量を減らしたのに命拾いしたみたいに大げさに喜ぶの、彼細かすぎるのよ。それだ、大丈夫だろ、大丈夫だろ、おい、俺が釣ったんだよ。お前文句あるんじゃねえだろうな。早く持ってってやれ、早く持ってけって。お前何やってんだよ、早く持ってけって。何も怪しくねえだろ緑の湯気が出てる料理怪しくねえだろ、早く持ってってやれって。いいだろ、俺の調味料、砂糖もいっぱい入れたんだ。めっちゃめっちゃ雑だな、お前。それでいい、どう、いい感じ、砂糖入ってるけど大丈夫かな、大丈夫。あ、いいみたい。あ、行こう。俺たちの最高傑作。お待たせしました、お客様。これ、当店の2人級メニューです。あの、殺素剤丼です。ダメだろ、47、それ言っちゃ。あ、これ、お前こっちから出すのね。それがマナーってもんよ。さ、食べてくださいよ。どうですか、これ。めちゃくちゃ美味しいですよ。あ、箸ね、チョップスティック使われるんですね。さ、食べてください。美味しいでしょ、これ。どうですか、もうね、人気メニューなんですよ。おお、美味しすぎて感動してしまったんですか。シェフを呼んでくれ、私がシェフです。どうしましたか。あ、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。あ、トイレですか、トイレこちらです。あ、そっちに履かないでくださいね、ちゃんとトイレ行ってくださいね。あ、こっち行くんですか、やばいな、護衛のやつついてきたら非常にまずいよこれ。ちょ、まずいな、いや、護衛2人ついてきてるじゃんこれ、まずいよこれ、非常にまずいって、かなりまずいって。まず護衛から排除しないとダメだなこれ。あ、護衛が見てないところ時があるんだ多分。護衛が見てない時を狙うしかない。ほんとですよ、護衛が見てない時を狙うしかないぞ今だ、47、そこしかないおめえ、海を汚すんじゃねえよこの野郎クレスト、クレストさん、どうしたんですか。あー、魚がたがってきた食え、食っていいぞ、新しい餌だ。まったく、おい、いや、何事もない。いや、私はね、ここで釣りをしてただけだ。大丈夫、何事もない、銃が落ちてるだけだな。じゃあ私帰るから。危ない危ない、よし、あいつら行ったみたいだな。よし、私も行こう。さて、私はね、魚を海に返してやろう。さあお前たち海にお帰りよし、元気そうに泳いでったな。さて、私は炎のね、料理人に戻るとするよ。海賊に着替えるかこれ。よし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 、海賊47出陣です。これから多分海賊になって、入らなきゃいけないんだよ。衛星のコントロールユニット破壊するか、まあ、アクセスキー2つ手に入れるかだけど、まあ、破壊した方が手っ取り早いからな。お、なんだ、腕試しか、俺がやってやるよ。俺がやる。あ、俺参加する、俺。おい、やってやるよ。よし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 。さあ、始めようか。ふむ、シーリーが傭兵を打ち負かしたら、クレストはどう思うだろうか。でもクレストもやっちゃったんだよないい、関係ない、うさばらしだ。よし、行くぞ行くぞ。え、なにこれ、止める、パワーを止める。あ、これ連打、あ、連打だ、連打47、絶妙な一撃です絶妙な一撃。え、俺がずっと投げるの。やばい、47、まずまず、ブロックできる、ブロックできる、ブロック、ブロックしろ、いってフォーディセブ、何やってんだよこれ。早めに押さないとダメなのか、ブロック。うわぁ、でもこれ連打したらいいんでしょ。 How are you? マックス強っあんな変なチョコに勝ったくらいでチャンピオン気取りだよ。おい、次来いよ。おい、次、おい、誰か来いよ。おい、この俺に勝てるやついねえの。おい、台湾募集、喧嘩上等、誰でもかかってこいよ。おい、お前はそうだな。おい、なんでやってやんだこの野郎。おい、勝負だこの野郎、ぶっ殺してやるよ。おい、キナ、お前からでいいぜ。俺、お前からでいい、お前からでいい。だから半分ぐらいで止めてやるよ。これぐらいで止めてやる。ほら、ぶっ叩いてやるよ。おい、でこれブロックすればいいんでしょ、多分。ちゃんと四角でブロックすれば多分ガードできるはず。そうだよな、47、そこいいよ、ブロック、ここか、ここ。勝った勝った47、硬すぎだろマジで強すぎる。おら、ぶち殺してやるぜ。だからこれで気に入られるルートもあるんだろうな。おらー、おいおい、拳で語れあんなので勝たせるわけにはいかないだろ。本当の勝負ってやつはあいつに見せてやれ。おらおら、行くぞこの野郎。ザムか、おい、俺に勝てるやついねえのか、ここは。拳で語りクリアしました。おい、もうつまんねえな、クソ
そったらなんてことだ。おいおいおい、もう終わりかよ。俺もう飽きたから帰るから。